えー、皆まこんにちは、木村よしこです。今日は、二千二十三年七月七日、七夕の日ですね、えー。金曜日の動画となります。えー、前半編はすでに十八時に公開をしております。えー、この後半編は、二十一時までにアップしたいと思っています。えー、後半の内容は、銘柄四つと、そして金曜日のレオちゃん動画ですね。 ぜひ医療法とも見ていただけると大変嬉しいです。テーマはですね、夏枯れ相場の対処法です。やり方は2つだと思うんですよね。まず1つは何もしないこと。まあこのトレンドがね別にその大きく崩れてるわけじゃないですから、円安もね若干ちょっと円高方向のね、えー、数字も出てきましたけれども、まあそうは言ってもまだ140円台ですよね。そして外国人にとっては安い安い日本、 まあ日本人で円安こんなに進んで嬉しい人はあんまりいないと思うんですけども海外旅行行かれた方日本円を持って行ってて行もも切ないもんですよね。かつてのその資産バブルの頃はですね、高い円で海外で楽しい思いをたくさんした方にとってみるとなんだかこんなに安い円って屈辱的だなって感じる方も多いと思うんですけども外国人にとってみると日本はお買い得大セール中ですね。 日経平均株価ついこの間まで外国人がバンバンに買ってきたわけですけども、まあ、それを納得できるような円の安さ金利の低さ日本の企業を買い得る大セールまだまだ続いていると思いますので、まあ、格好のおしめかなというところなんですけども、まあ、人間、信にて難しいですよね下がってくると今度なかなか買えないという厄介なところがあります。まあ、そうした特性を AI に読み込まれて,上がって もも下ががってて転がされてしまうなので悪い手を打ってしまうと利益をなかなか得ることができませんので夏枯れ相場ししっかりとと対処したいと思い思ますもうね銘柄研究に勤しんで下手な手出しはしないという方法も一つ賢者の投資法だと思いますしまたちょっと遊びたいんだっていう方はですね、まあ、お目当ての銘柄が見つかったら、まあ、板を観察してねそしていくらぐらいで約上していくのかっていうのを見た上で ちょっとね参加してみるのも手だと思いますであらかじめ差し値を出しておくと相手に手の内をさらけ出しますので、えー、値段を見てですね、えー、これぞという値段が来たら成行き買いをしてそして、えー、守備よく上がったらもう値段と相談で成行き売りをするというような、えー、ちょっと楽しみ方もあるかなと思いますまあ何もしないで銘柄研究というのがね一番無難な時期ではないでしょうか来週はいろんな経済指数の発表がありますからね まあ、しっかりと悪い手を打たないように頑張って相場と付き合っていきたいと思います水曜日は4銘柄ご案内したわけですが最近ですねフェイスブックでお友達になってくださった方視聴者の方なんですけれどもいい銘柄でしびれましたという、ね、コメントをいただきましてありがとうございましたまたこのコメント欄の方にね、えー、このグーグルであのもしアカウントをお持ちになったらぜひ入れてくださいねフェイスブックの方にメッセージいただきまして よよかったよったていうことでね大変励みになりました、まああの水曜日にご案内した4銘柄いずれも PR 低めの銘柄ばっかりですでかつてねこの気になる木村志子の気になる銘柄で個人投資家の中で大成功された方の何買ってるかシリーズやったんですけどもほとんどがですね PRPBR とも割安感満載の銘柄をしっかりとたくさん買われて そそししししてて個人投資家とと成功されたたた。いううね、そうした傾向があ,ありましたなのでやっぱりその個人投資家で成功した方の中にはですね、まあ、値動き重視でもう何でもいいんだとよく動くもんだったら別にそんな株価指数なんで気にしないんだっていう投資方法をやってる方もいると思うんですけども、まあ、じっくり現物を攻めていって大成功された個人投資家さんはほとんどが割安株をたっぷり買ってしっかりと 資産を増やされたたという傾向がありましたなので水曜日ご案内した銘柄もほとんどが PRPBR とも割安な銘柄特にねあの見つけてあこんな銘柄はこんな割安なんだということで三菱製鋼などねご案内したんですが、まあ、あのそういう意味で言うと今画面にお示ししております日産自動車もですね割安感は非常にあるなと思いますすまず PR PBR がが倍倍なんででねそしてが倍です。 配当利回りが2.51%。アメリカの自動車産業の業績が回復してきているのがあ一つ手がかりですね、えー。コロナから正常化していくにあたって海外旅行者もうんと増えているようにですね。やっぱり日産自動車での車を買って、えー、あちこち行きたいという方もね、それなりにしっかり増えていくんじゃないかなという,ふうに思いますね。597円。 えー、飛び一円で、今日は終わりました。けれども、いかにも割安じゃないかな、というふうに思います。日産自動車ですえ。そしてですね、割安感のある銘柄のご案内の二つ目ですね。コード番号が四六一九の日本特殊塗料ですね。こちら、千百二十三円前日比八円高で引けました。PR は十一点一倍、PBR は零点五・三倍です。 PBR が0.53倍ということを考えますと、もう少しね1倍ぐらいまで東証さんのこのねニーズ各企業さんにどうぞ PBR の1倍ぐらいまで頑張ってくださいっていうねそのケースから言うと0.53倍というのはいかにも割安感あると思いますね。配当利回りは3.92％そこそこ頑張っていらっしゃいます。自発総額が265億円非常に低いですよね。 業績はこんな感じで配当は44円これから先ですねもう少し増やしてくれれば投資家さんにとっては嬉しいですよね、まあ、売上は若干伸びてる感じですよねで、まあ、自動車用の防音材が主力の会社なんですけれども建材やあ航空機向けの塗料もやってるということがですねこの会社のビジネスモデルですで、まあ、日産自動車もそうなんですけれどもこの日本特殊塗料もですね まあやっぱり世の中が正常化に向かっていく方向の銘柄ですよね。えそして、まあ、自動車航空機というところ航空機はやっぱり防衛産業の一角でもあるんじゃないかなというふうに思います。で割安感があるビジネスモデルが堅、まあ、実1123円日本特殊塗料これもですねえ、まあ、割安感のある銘柄ではないかなというふうに思ってえ研究中でございます。えそしてですね この JR 各社の株も、値段によっては、ね、買い直してもいいと思うんですよね。もうすでにお持ちの方は、買い増しチャンスを伺うという姿勢。夏枯れ相場でこそ、楽しみたいですね。こちら、JR 西日本を今、お示ししております。五千八百四十三円。えまあ、この値段は変わりませんでした。ゼロですね。え日経金株価が下がっても、ゼロということは強いわけですよね。業績には、ねまあ、課題はあります。えですけども。 ここのこちらですね JR 九州を見てもねチャートの格好、なかなかいいですしそしてこちらの JR 東海のチャートもね十字線が出てですね、まあ、この十字線というのはの転換するということ時によく出てくるという,うテクニカル分析の定石、まあ、なんですけれども、まあ、この JR 東海もですね買ってみたいなという気にさせられるチャートの格好だと思います。 そして、JR 東日本はこんな感じですね。まあ、大阪万博ということを考えますと、JR 西日本が、ね、話題性もあるんじゃないかなと思います。円、えー。業績には若干課題がある中、まあ、これから先の成長性に期待したいと思います。PR は二十一点四倍、PBR は一点三・八倍、配取り回りは一点七・一パーセント。まあ、JR、ね、持ってないよ、という方は？

嫌なのやっぱりこのねサラダレオちゃんの好きなのはこのエノコログサみたいなねこれが好きだよねこれ食べようレオちゃんほらエノコログサこれ食べるこれが好きなんですよねエノコログサが大好き大好き大好き <laughs> 今日はねうまく食べれたよかったね おいしいおいしい,美味しいこのエノコログサが好きなんだよねやっぱりこう毛をなめるからお腹の中で毛玉がいっぱいたまっちゃってこのねサラダを食べないとうまく成長作用が働かないんだよねでもこちらのねエノコログサは去年も申し上げましたけどなんかすごいしっかりしてるからね あんまりこう食べるとウエッってなっちゃうんだよねウエッってなっちゃうよいしょで今日はですねこれを買ったんだよねレオこれこれまたたびちゃん時々フラストレーション解消でねこのまたたびを舐めるとイラッとしてる気持ちが落ち着くんだよねうんなんかにゃんこちゃんのによないにゃんこちゃんのなんか声が聞こえたねうん これ後で一緒にねちょっとマタたビたちゃんでストレス解消しようねもうこれもらって嬉しいんだよね皆様いつもご視聴ありがとうございます評価ボタンを押していただくと動画を作る時のヒントになりますまたですねコメントをお寄せください皆様がどのようなことをお考えになっているか知ることができるととても嬉しいですまたですね チャンネル登録を頂きますと励みになりますのでよかったらお願いいたしますそれでは引き続き是非この動画とお付き合いくださいねまたさまざま研究してお届けしてまいります